小焼き T ログです。 T ログ、はい、やっぱりタイガースの T、 もう何のボケもなしにストレートに、ね、火の玉ストレートに今、はい、来ましたけど、ド直球ですよ。緊張してます。いや緊張してますよ。もう小屋フェスの30倍ぐらい緊張してる。小屋フェスに失礼やんけ。今日はですね、なんとこちら、はいはいはい、阪神甲子園球場にお邪魔しております、はい、なんとですね、僕たち YouTuber の彼は初めてらしいんですよね。株式会社いくしまる .com というですね YouTube 会社、僕たちは経営してるんですけども、す、はい、YouTube の会社としては初始球式、すごい、はい、ファーストピッチングセレモニーということでね、はい、投げられるわけなんですけど、震えてきた。まずその YouTuber 界初っていうのも光栄だし、はいはいはい、それがなんとね、東亜君の地元の阪神甲子園球場で投げれるのもエモいじゃないですか。すごいよ。東亜君はでも昔からね、もう阪神の応援をしてるんで、はい、そうやね、まあ、にわかファンじゃないですよ、はい、あの一番最初に覚えた英語、レッツゴージョージやからなるほど、うん、だってさ、あの僕たちワンピースにおいてはさ、にわかブランディングしてるじゃん。そうですよ。でもこればかりでにわかちゃうもんね、はい、僕の方がにわかやからね。いやもう間違いなく優勝した年3つは見に来てるんですよ。あ、2003。東亜君が今ここで応援をどんだけできるかによって、はいはいはい、阪神今日7連勝ですか、8連勝目がかかってるんですね、はい、だからこれが東亜君が不甲斐ない投球をすると、もしかしたら二度と甲子園に入るなんてヤジめっちゃ飛ばされるかもしれない。いやいやいや、何やの年ですって YouTuber はみたいなね。勝つから。いや、勝つ、8連勝、うん、いける。今年はあれもする、あれもする、優勝。あ、そう、うん、大丈夫、マジックつーちゃん、つきたい全部消したい。しかも見てこれ、株式会社いくしまる .com も協賛なんだけど、うん、やっぱその前の一番メインチャンネルである小焼きスタジオ都市伝説チャンネルが、まあ、メインとなってるんだけども、裏にはちゃんとね、こうやって、まあ、2人の2人がチームワークいいな、なんか阪神タイガースのロゴが入ったうちわでコラボできるって、もう思ってるよ。これすごいわ。会場の4万人近くのお客様が、そうですよ、来られるということ で、はい、でたくさんの方がね、あの誰やんって思うかもしれませんけども、都市伝説見たことあるよとかね、言う人も、ね、100万人いますから、いるかもしれませんし、今日境に好きになって興味を持ってくださる方もいらっしゃると思うんですね。そういう方にもですね、何やあのトウヤってやつめちゃくちゃいい球投げるやんけど、これ登録しとかなあかんで、結構ほら関西のファンって単純やんか、まあ、確かにそういうとこあるからさ、まあ、今日のだからもう投球次第によっては阪神も勝てるし、チャンネル登録数も増えるこれ。増やそう、これいける、これ任して。はい、ということで、この後ですね、トラッキー、もう僕と一緒に名前が似てるんですけど、はいはいはい、はい、トラッキーとですね、記念撮影できるんです。トラッキー撮れる。そう。で、その後は、ピッチングの練習をちょっとね、短い練習ですけど、できるの。はいはいはい、はい。その後、いよいよ、始球式ですよ。すげえ。はい。で、さっきもね、ちょっとぐーって回ったんやけど、たくさんのね、小屋ちゃん来るや、小屋下フリーク、ウェルチーズのみんなが歩いてた。何も気づかれんかった。友達と偶然会った。嘘、お前投げんのかな。嘘すごいことやね、それね。チケット代よこせって言われた。それはそうやなと思った。いや、すごいよね、うん、すごい。しかもね、奇跡なことも思ったよ。奇跡、今日ね、雨予報やったけど、そうやね、晴れて。いや、やっぱりね、僕晴らしてきたんだよ。どうやって晴らした？見せられた？うん。いや、物騒やろ。電話しといたの。え、頼むわ、今日気象兵器って。あのね、よくないですよ、そういうこと言うの。今ね、なんか都市伝説によりますと、もう気候までもコントロールできるらしいんですよね。そう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 。でも多分ね、これアスタフリークのみんなが、あのみんなちょっとずつ寒波しちゃって、ミサイル買ってくれたらもう、え、そうやと思う、今日晴らしてるんだよ。だってこんな時間になって急に晴れることある？うん、割かし昨日が絶望的やったやんか。今日の日だけ雨やね。いや、そうやね、吹きつけてんじゃん。おかしいやろ。それがね、もうね、こう始まる1時間でピタッてやるんだよ。すごいことですよね。まあ、やっぱりテレテレ坊主ね、みんな作っとったから。東亜くんなんかさ、俺あの SNS で見たよ、なんか、はいはい、自分のマイグローブ新調してた。いや、そうなんですよ、見てくださいよこれ、ほらグローブ、うわーかっこいい。わ、ちゃんとね、汚れてる、練習してるってことやな。してる。まず見て、このボールたちを出てけ。汚い、汚い、何これ。ボール、これちゃんとプロが使ってるやつも買ってん。ちょっと待って、なんで Y みたいに寝かしてんのこれ。んこれなんかもう20年ぶりに発掘してきたみたいなボールになってるけど、いやこれいっぱい練習してん、このボールは。嘘つけ。いや、ほんまなんか最高の色やった。うん、あ、そう、土ついて。今日こっちやろ。今日こっち、公式の。そう、うん、これでバチバチに、ちょっと吸収決めようよ、吸収。ストレート一択よ。めっちゃ練習してきたんでしょ。はいはい。で、そのなんか映像も撮ってるらしいじゃん、なんか。そうやね。ちょっとそれまだ俺見てないから見せてやん。あ、いいよ、はい、見ましょう。どうぞ。
え、野球はどれぐらいやってなかったんですか？野球はもう10年は絶対やってなくて、ボール触ってなくて、はいはいはい、だからもう本当で小学校の時に習ってた以来なんで、うん、だからその後は遊びでやったくらい。おめっちゃ久々っすね。毎日ね練習結構してるって聞いてますから。これはもうストライクが当日入ったら奇跡です。なるほど、奇跡を起こそう。奇跡を起こすためにね、こんだけ練習してると、はい、いったミラクル、いったミラクル、頑張ってください。頑張ります。めっちゃ練習してたよ。いや練習してる、ね、そう。あと30分後ぐらいには、はい、もう間もなく始球式が始まるので、今の意気込み最後ちょっと伝えてもらってください。勝つ。まんまやな、まあ、あんたが勝つかどうか知らんねんけどな。任せてください。はい、バイ。これもらってっていい？学園に置かれてたんで、学園の名物がお好きにどうぞって言われたんで。キーメイトじゃないんですよ。だから、まあ、どうぞってことは、これもだどうぞって言われた。違う、これ。タイゴースちゃんと書いてるやん。怖っ。ちょっとビビりなんでやめてください。すげえ。わあ、すごい、すごい。あ、嬉しい。あ、すごい。うわ、すごい、すごいわ。ラッキーやね。子供の時のヒーローずっと見てた。本当にあのバク転してる頃から見てた。いやいや、まあ、ずっとしてるか。急にやったわけじゃない。それはそう。いいね、トラッキーやってこんなボケ顔。これトラッキーでしょ。僕コヤッキーっていうんで、ちょっと似てるんですよ。似てる似てる。うん、はい。パクったもんね。いや、俺がパクってた。いや、それでも先や。85年生まれ。俺の負けやな。これ俺の負けや。それはそう。詳しいな。あ、もちろんもちろん。はい、はいはい、すごいな。今日はラッキーちゃんが案内してくれるんでしょ。まあ、もうお願いします。迷子にならないようにね。はい、聞いたけど審判なんでね。審判に買収すれば全部ストライク見てくれるから。いくら渡したらいいんですか。それはもう2011万よ。2011万。なんだその中途半端なやつは。いやいや、ね、はい、あの誕生としてるから、はい、はい、なんかそうそう時間らしいです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、ありがとうよ。あとでね。
ちょ、どうやった？いや、もうすごすぎた。ちょっと見て、ほらちゃんとついてるじゃん。土、ね、バウンドしたからね。土ゲットしました。わざと、わざとこれ土、これわざとです、はい、だからワンバウンドぐらいしたかった。あ、そうそう、でーええー、あれフォーク、あ、フォーク、え、フォーク、ちょっと落ちすぎちゃって前で。いや、でもやりいやー、すごかった、すごかったよ藤田さん、すごかった。こんなね、喜んでもらえるとはね、甲子園、え、すごいじゃん、景色。あの、このストローク、この、ね、この動線、ね、これ一世一代のモデルウォークやったわ。意味わかんないけどね。すげえ、ドキドキした。いやいや、もうまだしてる。あ、そう、体力も高いわ今。じゃあもっと早くさ、やりますってみたいになって、もっと溜めたらいいんですよ、一瞬で。ちょっと、もっとボケてもらわないかと思って。あ、そうだ、そう、ちょっとあの逆側に投げるとかさ、いや一塁に牽制するとかさ、おう、守備おらんかったな。でそこがちょっと面白いな。逆に、うん、逆に、うん、2回言った。ああ、そういうこともあったかもしれんけど、そういう関西人としての小ボケをする精神を忘れてしまったから。いえいえ、もうね、ファーストピッチセレモニーですから、はい、バッチリと投げてやりましたよ。まあ、バッチリとかね、しようかんないけど、まあ、チャンスね、はい、できたんじゃないでしょうか。はい、時速160キロ、それ出てません、出てません、出てません。え、はい、ストレートでもないし、160キロもまず出てません。ジャケット飾るような風はいいんですよ。いいんですよ、いいんですよ。じゃあ喜んでもらいました、ちゃんと。いや、もうもちろんすごいな。この後はちゃんと阪神さんが勝てたらもうね、何も言うことない。いやいや、もう勝ちますよ、うん、まあ、分かった、今日の土の状態は勝てる。要するに土の状態、そんなね、なんかあの競馬みたいなね、予想してる。これはだいぶ勝てる寄りの土やから。だいぶ勝てる寄りの土って分かるんですよ、みたいな。そう、分かる。いつもと何が違うんですか。いつもは、もちろん今日は怪しいなみたいな時もあるけど、踏んで分かった、今日は勝てる日。具体的な魚も出てこなかったんですけどね、うん。めっちゃ汗が見てる、見えます、この汗やばくない、テカテカなのよこれ。あのね、選手なんよこの汗。もう9回裏まで戦った後に疲れ感してんの、ね、危なかったっすね今日ね。何か、じゃあもう終わった、勝利者インタビューじゃないんですよ。あ、そうっすか、うん、ヒーローインタビューじゃないんだ。無事化しましたね、コキさんに言えるなこれ。すげえ、はい、あと完成するだけなんで。すげえ、すごい。どうでした、そのマウンドからの景色、どうでした。いや、もう見たことある景色ないよ。え、でもこの景色、え、てか普段ってさ、やっぱ野球ってさ、こうやん、だからなんかもう全く同じやのに、おかしいよ画角が。こういう画角じゃないよ、わかります。こう見てるみたいな、こう見れるんですよ、すげえ。あれすごいよ。投げた瞬間どうでした。投げた瞬間、うわーっとあった。あーと、そうですか、いや、すごいと、まあ、調べたところによると、松井秀喜さんもあのストライク送球は難しいって言っとったから、始球式で。いや、誰と比べてんのよ。それはもう、だよね、阪神ファンの先輩である松井さんが難しい言うならしゃあないよ。そうですか、はい、甲子園球場の皆さん、こんにちは。めちゃくちゃ元気ですね。もうバッチリ気合入ってますよ。 LINE はトゥルー、あなたは信じる。柴田に転がる都市伝説紹介チャンネルをやってる、どうも小池です。アンパスダントエです。はい、僕たちは YouTube で都市伝説を紹介するチャンネルをやっております。はい、トエ君、どんな都市伝説が好きですか。え、あ、上見て、上、あ、なになに、 UFO おるやん、すげえ。5番ありますね、甲子園に UFO やん。はい、ぜひ試合が終わったらチャンネル登録よろしくお願いします。うちわに QR コードあります、チェックしてね。それでは See you、 加藤。帰ってきました。はい、ということで、はい、日付的に昨日になるんですけども、はい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 、始球式やってたね。夢のような日でしたね。ねえ、いや、もう夢やったな。まずね、タイガースのユニフォーム、はい、2人ともめっちゃ似合ってるって言われて嬉しかった。なんか、いや、もうそれは何年阪神応援してると思ってんすか。めっちゃ怒ってるわ。似合うわけないでしょ、こら。あ、それはね、結果に何し怒ってるんですか。いや、もう結果はちょっとね、うん、でもなんか試合的に面白くなかった。まあ、すごいね、ホームランも飛び交ってましたしね。そうそうそう、あの球団8000号らしいですから。いや、ホームランが記念のね、号を見れたわけだし、そうそうそう、うん、ワンバンで生きてましたね。いや、これがもうゴロみたいな、ボテ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 って届いてませんみたいな、ちょっと恥ずかしいけどさ。ノーバンで行く予定やって。はいはい、ノーバンで。でもちょっとボテーっつって、ちょっと、はい、ひよった。しかもさ、ちゃんとさ、トラッキーを意識しすぎたからちょっと左にそれたよ。そうやね、あれが
ちょっとなんかもうトラッキーにぶつけるぐらいの勢いでもう放り込んだったんやねんと思って。いえいえ、そんな、放り込むみたいなね、関西のおっさんみたいな、口の悪いことできない言われたらびっくりするけど。だから、ワンマンだけがなぁ、ちょ、もちょ、パシーンって練習ではな、パシーンって生きる時もあってんけどなパシーンって。パシーンって。ちょ、でも、あれ、マウンド立ってみたら、うん、遠い遠い。いや、あれ、ストライク入れてるんですよ。何メートル目だったっけ？ 18.44。そうそうでしょ？いや、でも、もう、100メートルぐらいで感じた。わかるわかる。いや、マジでマジで。マジで遠かった。うん、これね、動画にはなってなかったと思うんやけど、うん、事前に、室内練習場っていうところに案内してもらって、そうキャッチボールさせてもらったりしたんよ。だから、あれも、普段入られへんの。から、ほんまに。そうやで。そうだ、たまにテレビの企画とかで入ることあるんだけど、うん、それも、ちょっと、違うというか、一部だけしか映ってないというか、そうだから、あそこ全部を見渡せるところでキャッチボールをしたっていうのはね、これ映像出せなくてすごくね、残念なんですけど、そういう貴重な体験もさせていただいた。いい思い出でしたね。ね、すごかったね、あれね。で、さ、僕たちもさ、ファーストピッチセレモニーのさ、待ってる待機してるところでさ、話の選手前近本さん飛んでんすごいよあれほんまにびっくりしたおーめっちゃ興奮してるやん以降また止められたわ試合前なら喋ってもらっていいですかみたいな試合前で喋れないんですよねそういやこれすごいことよねやっぱその始球式本番が一番印象残ってるのわかるけどどういうとこが熱かったっすかどういうとこ熱かったか、うん、まあやっぱ大山選手のスリーランちゃうあれはもう湧き立った俺もう勝ったと思ったもん、ま、童貞やってんけど勝ったと思ってあの瞬間いやこれは勝つとそうだからこれがその逆転で勝ってそうヒーローインタビューは大山選手がやるんだなってのところ想像しちゃったもんそうねでもそれぐらいエグい一発やったないや分かる分かる分かるそれもそうだしその阪神の選手はもちろんすごいやっぱオーラがあったいやそうなんよ それはもう言わずもがななんですけどもとにかく本人のね体験として、まあ、例えばそのなんかありました例えばそのこれがすごくてさ小安田フリークの人もウェルチーズもいるわけもうトイレ行くやん、うん、もう行く間に一生声かけられて、うん、俺漏れるか思ったもんもうほんまにほうほうだ誰にどういうふうに声かけられるのうとわーかなりの確率で呼び捨てなんですよやっぱこれ関西やなっていうそう、とやーみたいなおとやーみたいなお疲れーみたいなとか始球式をやることを知らんかったけどびっくりしました映像とか流れてるの見てとかで、その見てくれてる人とかもおったりとかでね、まぁ、あ、ちょっとなんか背取りしてたらもうなんかいっぱい写真撮ってくださいみたいななんか列できるみたいなね、まあ、やばいやばいやばいみたいなことがあったりとか普通のね、妨害しちゃいけないから断った人も言えるんですけどすいませんね、本当にそれはもうしょうがないですよねそして移動とかもあったんでその、まあ、間の移動中の人とかも断ったりもしたんですけど、まあ、それでも、ね、極力何度か撮らせてもらったりとかして俺ね、うん、面白かったねうん、面白かったいや、マジで面白かったもう本当一瞬過ぎてなんかだって最近阪神ってほんまホームランね、なかなか出へん球団だからあんな一試合なんか今回もホームラン見ると俺もう感動してたそうホームランになるとねテレビだけじゃ触らへんと思うけどね湧くんよ会場が湧く湧く湧いてスタンドとかがね暗くなるんよそうそうそうでスポットがねマウンドにパーンって当たってホームランっていう電光掲示板がバーンって出るからかっこいいね野球マジで見に行くというほんま生で行くそうめちゃくちゃ楽しいから、ねうん、アーティストのライブもさ CD で聴くのとねやっぱねライブに行くのって全然違うやん感動がそれもやっぱスポーツにもあるよそうもう本当にセットリストが決まってない生もののライブなのそれも、うん、マジでおすすめ行くのね、帰りがさ外に出たらさたくさんのウェルチーズとかね小安田フリークのみんなが待っててくれて、まあ、出待ちですよ言われる、うん、で僕たちも記念にさその横断幕のほうでもう一回写真撮ろうと思った時もみんなそうそう撮ってもらっていいですかみたいなねたくさん言ってきてくれて、ね、ありがとうございます初めて会う人も多かったよ多かった多かったもうあの出会いもすごい経験があるんで10年ぶりに甲子園来たとか僕たちの中で本当に記念になる思い出に残る一日となりましたいやもう本当にいい最高の一日でしたありがとうございますありがとうございましたということで本日のねドッキリサプライズの完結編ということでファーストピッチセレモニーの様子の裏側いかがでしたでしょうかもしね感動して面白かったよっていう人は高評価そしてチャンネル登録ぜひねよろしくお願いしますお願いしますみんなのチャンネル登録が多くて高評価が多かったらまたねドッキリサプライズで何かしようと思えるのでねすごい励みになるのでぜひお願いいたします皆さんのコメントもお待ちしておりますよそれでは See you Bye